つくのが多い2000人たち。で、3年ぐらいで1万、最大で3000人、1万人ぐらいになった。まあ、嵐がそうです。まあ、ツイキャスもできたら、ツイキャスどうかなって。ツイキャスも2人ですよ、パンフレットが。なんか、きっかけ。トーク。撮ってる人いるよね、多分ね多分焦るよね、多分ね気の毒に焦らないと、車のエンジンもうるさい
車の音の方がうるせえという車の音の方がうるせえという多分ね、俺なんかの音は聞こえないけど俺なんかの方が怖いじゃないか、多分いきなり黙ってくれると思う。いやでもこの時間ほんとここやばいんだよ結構。知らないよ、飛ばするよね、長えぞこれ、響くよね。ほんとにないです、映ってる。今なんか木魚の音しなかった。トーンってなんか来たんじゃね。来たんじゃね。どうですか。なんかいやなんか最後のねチーってなった時に。なったでしょ。え？何この音？なんか頭痛の音みたいな。え？木魚の音が聞こえた。電波悪い？電波大丈夫じゃない？更新するけど。木魚の音なんなかった？チーンって2回鳴るでしょ。その時の間に木魚の音が聞こえたんだ。あ、主の声が聞こえる、うるさくすぎて。これじゃあもう一回やります。警察に職質するって全然 OK ですよ。だいたいね、みんなね、向かって、警察の方に向かうから、職質慣れてます、ぶっちゃけ。ちょっと聞いてみ、来たかったんで、例えば通報したやついるでしょ。訴えてやろうかなって。ここね、こっちもと思ってる。喋、りすぎ、リスナーさんのことも理解して。じゃあ放置しときましょうか、また5分間ぐらい。じゃあちょっと僕なんかまた5分間後ろにいますんで見てください。小坪トンネルです。生活線持ってますよ。もう生活線にちょっと入れていきましょうか、両方とも。生活線入れておきますね。じゃあちょっと皆さん写メ撮ってくださいね。もう出ない。じゃあいい、ちょっと後ろ触りますよ。コーチの声が聞こえる。じゃあちょっとトンネルのちょっと先ぐらいまで、ね、僕後ろまで言いますよ。じゃあ黙ってる後ろでね。